ちをここまで誘い込むための。どこから来るんだよ。言うべきかもな、これ。兄ちゃん、早く手当て
何なんだよあのものすごい化け物は。あれは白説、第四次忍海大戦で最後の敵となった大月かぐやが生み出した生体兵器ってやつだ。これでも七代目たちが全滅させたはずでは。そんなやつなんで今さらこんなとこに出てくんだよ。その答えならこの奥にあるみたいだよ。美月、いつの間に。遺跡が残っていたとは。かつて白絶は大月かぐやの手によりこれと同じ木の根で無数に培養されていた。しかしあの姿、資料で見たどの白絶とも違う。知性は低かったようだが逆に強さの方は桁違いだ。放置されている間に変化したんだな。じゃあこの下にはさっきみたいなやつがたくさんいるってこと？そりゃヤバすぎんじゃんか。いや、いないんじゃないかな。どうしてだよ、美月。主人を失って10年余り。あのつぼみ、枯れているし、活動してるとは思えない。チャクラが供給されない限り、孵化しないはずだよ。ならいいけど。美月、お前よくそんなこと知ってるな。前に、親に教わったんです。よし、とにかく下に行こうぜ。どれと？だってこのままにはしておけねえだろ。さっきのやつ、あんた簡単に言うけどね。それにここがあの化け物を作り出す工場だ。完全にぶっ壊すべきだろ。それはそうかもしれないけど。なあ兄ちゃん、俺たち4人でやっちまおうぜ。ボルト、お前の意見にも一理ある。だが却下だ。なんでだよ。確かにここは活動を停止しているようだ。だがじゃあなぜあの白鉄がいるんだ。それはつまり他にもまだいると考えるべきだ。あいつは今のお前たちの手に余る。ちょっと待てよ、俺たち足手まといだって言うのかよ。はっきり言うとその通りだ。気づいてないとは言わせないぞ。じゃあ撤退するってことですか？いや、この奥には俺一人で行く。え？この遺跡は確かに捨ておけない。なら始末をつけるのは上人の俺の役目だ。お前たちは外に出て里に事態を知らせろ。万が一俺が戻らなかった時のためにな。この浜丸先生、そんなのないぜ兄ちゃん。大丈夫だ、あのやつ俺たちみんなで力を合わせや。お前たちは忍海大戦を、大月かぐやに関わる者の恐ろしさを知らないんだ。これ大月は俺たち忍びを生み出した、いわば神のような存在だ。その力の産物は常識じゃ測れない。そんなにも。お前たちは確かに強くなった。だが次元が違うんだ。ここから先はさらに力がいる。落ち込むな。これから時間をかけて強くなればいいんだ。ここで絶対に避けなきゃならないのは俺たちが全滅することだ。だからお前たちは戻れ。これは命令だ。待ってください、この浜口先生。わけじゃないですが、私もここは全員で奥に向かった方がいいと思います。うまい。どういうことだ。敵がどこに潜んでいるかわからない以上、ここで別れるのはどっちにせよ危険です。私たちの方を狙ってくるかもしれない。むしろその確率が高いと思います。あいつにも弱い方を狙うくらいの知恵はあるはずですから。だったら一緒に行動して、私たちが先生のサポートに徹するのが一番良い方法なんじゃないでしょうか。しかし兄さん、危険性が同じなら
全力分散を避けるべきだと僕は思います。くそ、仕方ないか。役に立ってみせるよ兄ちゃん。いや、この浜田先生。わかった。その代わり絶対に自分の力を見誤るな。命令変更だ。全員で奥に進み、奴を、白鉄を倒す。絶対に生きて帰るぞ、みんな。はい。そのために今から説明する俺の作戦をしっかり聞くんだ。これ作戦？ああ、奴を必ず仕留めるための作戦だ。Whoa!
ベッサーと呼ばれた三代目とナルト兄ちゃんから受け継いだ力、直送味わえ。絶対に自分の力を見誤るな。奥に行くぞ。ここから先はさらに力がいる。分かってる、テバサ。白絶を育てるための眉のようなものだ。じゃあまさかこれ全部あの化け物。いや、それはなさそうだ。やっぱり腐ってるな。どうやらここが最新らしいな。この中にもし複数の白絶が待ち構えていたら、その時はさっきの要領で力の限り戦うしかない。気を抜くなよ。その炎に触れるな。こいつどうなってんだ。なんだよこの一面の黒い炎。全て燃えてる。これはアマテラス。何ですかそれ。サスケさんだ。これはあの人だけが操れる、あらゆるものを焼き尽くす炎。数十匹が存在していたようだ。サスケさんが先に来てなかったらヤバかったな。これ全部一人で倒したってことですか。ああ、俺たちが出くわした絶はここから逃げ出した生き残りだったようだな。サラダの父ちゃんがなんでこんなところにいるんだってばさ。これを見た以上やむを得ないか。サスケさんは単独で大月かぐやの痕跡を調査する極秘任務についているんだ。極秘任務。パパにしかできない大切な役目だって言ってた。それでサラダの父ちゃんどこにいるんだ。あの人はインネガンの力で空間を超えて移動することができる。もう近くにはいないだろうな。すげえそりゃすごいさ。サスケさんは唯一七代目が対等のライバルと認めた存在なんだ。これ父ちゃんも。僕も親から聞いたことがあるよ。誰からも称賛を得ることなくコロハの里を陰から支える最強の忍者。最強の忍者。サスケのやつに助けられる形になったな、この花丸。ええ、でも七代目分身とはいえわざわざここに。まあかぐや絡みとなれや捨ておけねえからな。しかしここにも遺跡があったなんて。ということはやっぱり他にも。ああ、しかもこの姿。やっぱりかぐやはよっぽどヤバい相手と戦うことを考えてこいつらを用意したみたいだ。こんな化け物を大量に作らなきゃ対抗できない敵、一体どんなやつなんでしょうね。さあな。ともあれこれからまた忙しくなるな。結局俺たちは蚊帳の外かよ。仕方ないでしょ、下人のうちはそういうもんなんだから。納得いかねえよ。俺だって戦ったのにって。でも
で力が及ばなかったじゃない。あんたも私も。ここで起きたことは他言無用だって言ってたね、木ノ葉丸先生。あとは七代目や里の上層部が対処するってことでしょ。サスケさんは唯一七代目が対等のライバルと認めた存在なんだ。これ大人たちにみんなに父ちゃんに認められる強さ。